マット・ギタータウは、オーストラリアのラグビーユニオン選手である。ユーティリティバックスであり、センター、スクラムハーフ、フライハーフなどのポジションができる。2001年にスーパーラグビーのブランビーズで、スーパーラグビーデビューを果たす。2002年には、ワラビーズデビューを、トゥイッケナム・スタジアムでのイングランド戦で果たす。2003年のラグビーワールドカップ2003では、ナミビア戦で、 ハットトリックを達成するなど、全7戦中6戦に出場。特に決勝のイングランド戦では一時的な、出血交代で下がったスティーブン・ラーカムの代わりに3度、登場し、チームの準優勝に貢献した。2004年頃から、代表チームでは主にセンターで活躍するようになる。2006年6月のイングランド代表の、公衆遠征の代表。 スコットに選ばれていたものの怪我で出場はならず、2006トライネーションズの NZ オールブラックス戦で復帰を果たす。2007年からはスーパーラグビーのウェスタンフォースに移籍し、同年のラグビーワールドカップ2007の前後試合中4試合に出場し40得点を挙げた。プールリーグでのラグビーフィジー代表戦で50キャップを獲得し、 二トライを含む27得点で記念すべき試合を祝った。準々決勝のイングランド代表戦で怪我で、シリゾキワラビーズもベスト8止まりだった。2008年からは新たに、ヘッドコーチに就任したロビー・ディーンズの指名で、引退したスティーブン・ラーカムの後継として、フライハーフでの出場が主となる。2010年からは再びフルスのブランビーズに復帰。2011年には、 ラグビーワールドカップ2011出場を目指すも、シドニーでのラグビーサモア代表戦での敗北を最後に、代表メンバーからは、外れ出場を逃す。そして、フランスの一部リーグトップ14の RC トゥーロンに移籍。RC トゥーロンでは2012から13、2013から14、2014から15の、各シーズンでのヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ3、 連覇に貢献。2015年、ワラビーズのヘッドコーチマイケルチャイカが60キャップ以上、ラグビーオーストラリア代表でプレーしていれば、スーパーラグビーでプレーしていなくても代表に選出できると発表し、ザ・ラグビーチャンピオンシップ初戦、ブリスベンでのスプリングボックス戦で代表復帰。ラグビーワールドカップ2015では、全7試合中6試合に出場し、 準々決勝のラグビースコットランド代表戦で、キャプテンのスティーブン・ムーアと共に、100キャップを迎えた。決勝では怪我のため前半26分で下がったが、チームの準優勝に貢献した。2016年のザ・ラグビーチャンピオンシップのスコットに、ギターは選出されたが、初戦のオールブラックス戦では、12番で先発したが、前半11分に怪我で下がった。2017年、 R.C. トゥーロンを退団し、同年5月にはトップリーグのサントリー・サンゴリアスに加入することが発表された。2017.18年のサントリーのトップリーグ連覇、レギュラー SO として貢献した。2020年、サントリー・サンゴリアスを退団した。2021年、メジャーリーグラグビー LA、ギルティニスに加入。2017年度、サントリー・サンゴリアス、 新加入外国人選手のお知らせ。サントリーサンゴリアス優待選手、スタッフのお知らせ。サントリーサンゴリアス公式サイト。2020年5月21日閲覧。マットにてあうジョインザ・ LA ギルティニツ p ット MLRON ザワールドステージ t a g e LA ギルティニツ公式サイト。2021年3月9日閲覧。ありがとうございます。